今日は先日11月号の連載の撮影をしています。今月の連載のテーマは女優についてということで、ちょっとモノクロで大人な感じで撮影しました。写真はモノクロだったので、あのお洋服のテイストとかメイクの感じの色味がわからなかったと思うんですけど、こんな感じでした。じゃあナルミシアンからのミニランプでちょっと女の子らしい感じです。10月から私の主演ドラマのマリーミーが、放送されると思うんですけど、今回はそれについてのお話をしています。簡単にお話を説明しますと、私三本決まりは、ニートで猫ちゃんの桃太郎しかもう生きる希望がないっていう女の子なんですけど、国の法律で公務員の秋康新さんと強制的に結婚させられることになってしまって、その二人が今後恋愛もそうですし人としても成長していく物語になっているので、皆さんぜひ見ていただけたら嬉しいです。お願いします。大ベテランさんでした。作品の経歴が載っててベテラン猫さんでした。女優さん歴が長かった。すごくおとなしい子で抱えたんですよ。すごい可愛かったんです。語彙力ないんですけど、すっごい可愛かったんですよ。もうモコモコで、多分なんかすごくお利口さんな猫ちゃんで、3日間ぐらいに撮影所だったんですけど、会うと元気にもらいました。今日のメイクのポイントはこちら。